まず、まあ、いろんなインタビューも受けていらっしゃると思いますけど、はい、こうしてあの多分私も少し勉強、あの知り合いのファンの人から来た時にまずあの漫画を出すまでがすごく大変だったっていうところと、 そうですね、あとそれから本当にこうやって今テレビドラマができて、はい、今まで、まあ、鈴木先生限らない形になっちゃったと思うんですけど、うん、本当に今ここまで、はい、今自分の作品がドラマになってっていうところを振り返っていかがですか？はいはい、そうですね、もう基本的には感無量というか、あの他でも話してるんですけど、あの割と鈴木先生はなんかドラマ化をかなり意識して、あのドラマ化になったらいいなと思って、結構あの連載になった時ぐらいからはずっと書いていたので、あのそういう意味ではようやくこれで完成したみたいな、そのぐらいの気持ちがあります。はい、ドラマはどうですか、ここまで見て、はい、まあ、こういうイベントやられるぐらいですから、はい、満足されてると思うんですが、もうテレビドラマも自分の考えたものが今度はまた別の人たちの目線でもう一回、はいはい、あの再構築されるような形になるんですと、はい、どうですかテレビドラマはご覧になって。いや、もう毎回もう本当月曜日がもうあの待ち遠しくて待ち遠しくて仕方がないっていう感じで、あもうあの今もあの、まあ、今ちょうど終わったんですけど、その外伝っていうあの外伝みたいなものを書きながら、こうドラマのこう新しいのをこう毎週楽しみに見てるんですけど、本当そのなんか糧にドラマの楽しさをこうしかもこう繰り返し見て、多分1本につき多分10回ぐらいあの流し見も含めると10回ぐらい毎週見てると思うんですけど、そんなことしながらこう頑張って仕事してるって感じで、本当にあの嬉しいです。テレビ化の前と後で生活とかプライベートで変化とかありますか？あ、なんかもうなんか基本的に変わらないっていうふうに最初のうち答えてたんですよ。なんか結局漫画家ってなんかその月に何ページ書いてるかが基本で、なんか僕の場合そのテレビ化によってそのバンバン仕事を受けたわけじゃないので、ずっとやっぱり今まで通り鈴木先生を月2本書いてるっていう生活なので、あの変わらないっていうふうに言ってたんですけど、やっぱ意外とこうちょこちょこと違うもんだなと思って、はい、そうですね、細かくこうやっぱりこうちょっと忙しい感じっていうのをやっぱ実感しました。やっぱこういう感じなんだな。これからあの、まあ、トークと、はい、あと放送しながら生コメンタリーっていう形です。はい、緊張してるんですか？これからもう、ね、生コメンタリーが本当どううまくどのぐらいこう喋ってどのぐらいあの皆さんがもう一度見てるものだったらこういくらでも突っ込んで言えるんですけど、初めて見るものだからどのぐらいこう聞いてどのぐらい言えばいいかちょっと迷ってるところなんですけど、ああただなんかその前の生コメンタリーの前の2時間に関してはもうなんか今もちょっとこう一緒に出てくださる方とお話ししてたんですけど、まあまあネタバレありで、あの、はい、ガンガンせっかく来てくださってるので、あのちょっと来てよかったと思えるぐらいこうちょっと濃密にちょっとまずいレベルギリギリまでいろいろお話できたらいいなと思ってるんですけど。人前で結構出るってことはされてるんですか、はい、今までは。いや実は全くされない偏りはしてるかもしれないですけど、意外と慣れてないんですよね。なので、まあ、今回もこうやって喋ってくださる方がいるのであれなんですけど、一人でこう回していくとかいうような講演みたいなのはすごく苦手で、一二度それで大失敗したことがあって、もうしばらくそれは受けないようにしようと。こうやって感じでトークっていう感じだったらなんかあの安心して、はい、やれるので、うん、今日はあの楽しんでやれるかなと、うん、本当皆さんよろしくお願いしますって感じなんですけど周りにいるんですけど。このテレビドラマ版を見た時に、はい、あこういう描き方があったんだっていう驚きとか自分の作品と変わるわけじゃないですか。そういうところってありました？はい、あそれも 山ほどあるんですけれども、まあ一個言うと、あの漫画って1巻の頃とその後半連載が始まってからとちょっと絵柄とかが違ってきて、こう、まあ、コミカルなよりコミカルなこうシンプルな絵になっているっていう感じなんですけれども、あの1巻の頃は割と劇画とかあとこの映像をイメージした絵でやってたので、その1巻の頃の絵柄であの最後まで見れたっていう、あのもう一つの選択肢が、あの叶わなかったもう一つの選択肢が見れたなっていう感じがありますかね。はい、
言える範囲内で、はい、これからのお仕事っていう予定と、あと最後にこれからもう、はい、テレビドラマ版とご覧になってない方と、もうすでにファンの方に、はい、一言って、この2つの質問で締めで、ああ、そうです、いいです、はい、いや、これからの仕事っていうのは、本当にあれなんですよ、ようやく数日前に、ドラマ合わせて書いていた、外転、鈴木先生外転っていう仕事、4本分が終わりまして、晴れて、完全オフになったところなので、とりあえずゆっくりしようかなと。それでまあ1年先2年先ぐらい考えて、ちょっと次のこう長編やろうと思ってるんですけど、その準備をしつつ、ちょっと小さな作品を発表していこうかなっていう感じで、ちょっとずっと学校ばっかりだったんで、学校以外のものとか、はい、ちょっと違うものをちょっと書いて、ちょっとなまってる部分をちょっと。フォローして息の長い漫画家になりたいので、そういう感じで仕込みの時期に入ります。本当にこれまでも応援してくださった方は本当に僕もそうなんですけど、一緒にこうせっかくのこの奇跡的な機会をこうリアルタイムでみんなで楽しみましょう。んで、そうですね、今回初めて知ってくださった方は本当に、まずとりあえずドラマからでも全然、ドラマって本当に入りがいいので、導入としてぜひ見ていただいて、あっと思ったらぜひより詳しいことが漫画に書いてあるので、そちらも見ていただければと思います。よろしくお願いします。